はい、どうも、元井です。久しぶりですね、この元井ガジェット研究所の方で動画上げるのは。まあ、なんで上げてるかと言いますと、まあ、この間ね、Apple の発表会がありまして、新しい iPhone と Apple Watch がね、まあ、発表になったということで、まあ、そこを詳細を詰めたね、動画は、まあ、私はもう、前から作ってないですけどね。なので、あれなんですよ。スペックを詳細にね、解説して買うべきかどうかっていうね、比較をするような動画ではないので、その新製品ね、新しく発表されたものをね、買うかどうか迷っておられて、まあ、それの指標にしたいっていう方はね、申し訳ないですが、そういう動画ではないので、まあ、ゆるーくお話しさせてもらいますので、まあ、それでもよろしければお聞きください。ね、何を話をするかというとね、その、皆さんがね、その iPhone とか、Apple Watch とかね、そのガジェットっていうものをね、まあ、これからお考えていく上でなんかね、少しでもね、視野が広がるような、まあ、私なりの何か考えとかをね、お話しできればと思っております。でですよ、今、2018年の9月現在、私が使っているもの、あれ持ってきてない。私が使っているのはですね、これ、iPhone、これ、6S ですね。iPhone6S と、まあ、あと、Android の端末もね、一応あれなんですよ。まあ、仕事用ということで、まあ、動作確認とかも兼ねてね、一応持ってます。で、機種に関してこれは、別に何のこだわりもなくて、これモトローラのやつなんですけどね、これ電源入れると、ハローモトーって言ってくれるんですよ。私名前がモトイなんで、なんかハローモトーって言ってもらうのが嬉しいだけで買ってます。まあ、割と、Android のね、OS が結構生な感じで使えるというのも、まあいいかなと思って、まあこれも結構長く使ってますね。Android の端末に関してはね、Galaxy Note を買おうかとかいろいろ考えてたこともあるんですけども、まあその辺のお話はね、また今回する話じゃないんで。で、もうこの Android 端末は完全にもう仕事用で使ってるんでね、別に何の感情もないんですよ。もう全く無表情なのはもうビジネスライクなお付き合いしてます。別にこいつはどうでもいいんですよ。もう。で、iPhone の方はやっぱその Apple の製品でね、ちょっと他にも結構たくさん使ってますんで、まあそれなりの思い入れはある。ね、まあ多分私のね、動画見てくださってる方は多分 iPad Pro の情報とかの検索で来てくださってる方が多いと思うので、まあ当然分かってくださってると思いますが、まあ、iPad Pro はすごく使ってるんですよね。ところが iPhone はもうほとんど使ってないに等しい。で、その使ってないから、まあ、こう iPhone がいらないものなのかっていうと、いらないわけでもないんですよ。で、結局その私が使わないのはそのライフスタイルの問題なんですよね。でも iPhone がダメだから使わないんじゃなくて、も私とライフスタイルがまず合ってないというのが一つあります。まあ何でしょう、スマホってそのインフォメーションツールなんですけど ね、これも以前お話ししましたが、その、ね、今のこのマンマシンインターフェース、ここのこの伝達速度ですよね。それがね、今のままではやっぱそのインフォメーションツールとしてね、このスマホっていうのはそのメインのデバイスにはならないんですよ。もう補助としてはね、優秀だと思います。で、まあそういう要素はあるんですけど、そのライフスタイルの問題と言ってるのはそういうことじゃなくてね、スマホとタブレットを比較してその決定的に違うのがその何かっていうと、まあ大きさですよね。やっぱ決定的に違う。例えばね、その私が以前そのこき下ろしてね、結構ボロカスに言われたこの 10.5 の iPad Pro ですよ。それも大きさ全然違うでしょ。で、大きさが違うからどういう使い勝手が違うかっていう、そこの決定的な部分っていうのはやっぱね、そのカメラなんですよね。これはそのミニはつけてないけど持ち歩いてるんで、結構その写真を撮るっていう機会ね、そこですごい利用できますけど、 10.5 がなんぼね、その 12.9 に比べて小さいからそこそこ便利って言ったって、例えばね、そのディズニーランド行きました、写真撮ろうぜっつって、これ出してたらこれで写真撮れないでしょね。だからそれはやっぱ無理なんです。ということで、その決定的な部分はまずカメラなんですよね。私とライフスタイルが合ってないのは。だからその
頻繁にね、その旅行をして写真を撮ったり、ね、動画撮ったり、うん、あるいは食事のたびに全てね、撮影してね、あのインスタでシェアするというような使い方をね、私はしてないので、そういう部分でライフスタイルになってなくて、特にそんなに頻繁に、ね、カメラで撮影をしないってなるとね、もうあのスマホっていうのはほとんど持ち腐れになっちゃうんですよね。あとはまああのスマホアプリとかでめっちゃゲームするとかやったら、こいつはゲーム機にはなると思いますけど、まあこれでね、めちゃくちゃゲームっていうのも私やらないので、そうするともうこいつはちょっとしたそのツールなんですよね。SNS とかね、そのこまめにいろいろチェックするためのもんなんですよね。まあそれだったら正直タブレットでも代用ができなくはないんですよね、シチュエーション的に。うん、その決定的にこの小ささが役に立つのっていうのは、やっぱりその出先とかですよ、普通にね、その旅行とか食事とか歩いてたりとかさ、そういうシチュエーションでしょ。そのタブレット、普通に椅子に座ってればね、別にタブレットで十分事足りますよね。うん、電車の中とかであってもそうなんですよね。なので、まあ、その部分が合ってないから、私はスマホ全然使ってないんですよ。まあ、今回ね、一応その、まあ、非常に地味なアップデートだということらしいんですが、まあ、それなりに、いろいろ変化はあったらしくて、その私が今言ったそのカメラの部分がやっぱ、ね、性能が非常に上がっていると。うん、でも、細かいところはあれなんですけどね、まあ、その HDR というね、その、明暗に安さがあって、非常に明るいくらいがね、同じ画面の中にあってもね、くっきり映るっていうのとか、それがより強くなったとか、こう撮影した後にもうね、もう撮影カシャって通った後でも、そのね、深度を変えてボケ身をねちょっと変えられるとかね、そもそものその暗いね場所での撮影にもね強くなったとか、まあいろいろあると。でまあ割と大きいかなと思うのは、そのインカメラね、自撮りセルフィー撮るときのね、そのカメラでその動画撮影が、まあ、1080p の 60fps まで確か撮れるようになったんですよね。確かその10は 30fps までだった気がするんですが、多分スペックに私興味がないのでごめんなさい、多分60に上がったと思いますけど、うん、でまあ手ブレ補正もついたと、ね、インカメラの方に。だからもうあの、ね、一眼を買って動画撮影をしなくても、まあiPhone XS 買ってね、それで動画撮影できるというレベルではあると思うんですよね。まあやっぱその、それでも一眼との差は全然あると思いますけど、まあ一般的なレベルではまあ十分じゃないですかね。まあでも他にまあいろいろあるでしょ、その、指紋認証つけてくれとかね、Face ID 嫌だとか、まあそんなんとかもいろいろあるんですけど、まあでも、なんやかんや言うてね、あれはやっぱりそういう感覚でいくと、そのインフォメーションのツールがついたカメラなんですよ。そういう感覚の方がいいんじゃないかなと思いますね。だからあんなクソバカ高いんですよね。そのほんまにさっきも一眼の代わりになる話しましたけど、一眼買えるじゃないですか。もうね、14、15万ぐらいいくんでしょ。その結構なあのね、あれですよ、その容量でかいの買うと。でそのそこにね、まあ、あの価値感じるんならね、非常に素晴らしいプロダクトではあると思います。カメラをめっちゃ使うからその性能が上がったのが喜ばしいと。ただそのカメラの性能をそんな重視していない人間からすると、あれはいらないんですよね。正直その今こう6S 使ってますけど全然これまだまだ現役でいけるんですよ、うん。まあ、ちょっとその本体の性能的にこれよりも古いやつだとちょっときつい気しますけど、そんなねめちゃくちゃハイスペック要求されるゲームとかも特にしないんで、うん、仮にゲームをするシチュエーションだったとしたら、私はもうタブレットを使うんでね、うん、その電車の中とかでずっとゲームするみたいなことは多分しないんで、どうしてもアプリでやりたいゲームとかがあればタブレットで私はすると思いますんで、やっぱいらないんですよ、スペックも。でね、その、まあスマホについて以前もね、ちょこちょこ話したんですけど、まあ、結局、そのスマホっていうカテゴリーのね、そのプロダクトがもうそのデザインがもう結構成熟する限界に来てるんじゃないかなっていう気は、私素人ですけどね、素人ながらもやっぱ感じますよね、それは。だからもうこっから新しいもんができるってなったら、やっぱその、あれですよね、次の世代、5G、第5世代のね、移動通信システムというやつが、
まあ、実用化されるというのが、まあ、数年後ぐらいからね、まあ、めどに今ね、頑張ってね、技術者の方がね、頑張っておられると思いますが、それが実用化してくれば、新たなカテゴリーね、スマホというものとは、まあ、だってスマホっていうのは、そもそも昔使ってた携帯電話の名残で、今もこれ携帯電話っていう呼び名になってますけども、実質これはもう、電話ではないじゃないですか。ね。だから、まあ、次にね、またスマホではない何か新しいカテゴリーが生まれてくるんだろうなと思いますよ。そんな感じですよ。で、私、アップルの発表会って、私、ごめんなさい、アップル信者じゃないんで、全く見たことなかったんですけど、今回ね、まあ、なぜ今回に限って見たのか分かんない。今回の多分発表会が史上一番つまらなかったんじゃないかと思うんですけど、ちょっと見てみようと思って見たんですよね。でも非常につまらなかったんですけど、うん。でも年々やっぱつまらなくなってるっていうのはね、信者の方に聞いてもまあ言ってますね。うん。今回に関してはね、もう内容もほぼ、もうほぼほぼリークされてたもんしかなかった。何の驚きもないみたいなね。うん、ね、その指紋認証の話とかも、あれじゃないですか、もう、まあ、このボタンをね、もう、アップルさんがなくしたいなら別になくしたらいいと思いますけど、ディスプレイ上でさ、この、ね、指紋認証できる技術 もう開発されてるんでしょ、今。でそれも搭載はしないと、もうフェイス ID のご利用してくると。ね、なんで搭載しないんでしょうね。まあちょっといろいろあるんでしょうけどね。うん、とか、あと、そのね、この私が 6S 今使っているのは、まあ、特にスペック的に必要感じないのもありますが、やっぱ大型化してるでしょ。年々大型化してるじゃないですか。大型化するんだったら、そのむしろね、小型のタブレットが欲しいんですよね。やっぱその、常時持ち歩く端末っていうのを大型化していくっていう方向性がね、その流れを作ったのはどっからなんでしょうね。まあ、その流れも私はあんまりね、好ましくは思ってないんですけどね。何なんでしょうね。で、そのやっぱね、そのアップルの発表会もつまらなくなったということを信者の方たくさん言っておられますが、まあ、一概にジョブズさんがね、いなくなったからというだけではないと思いますけど、でもやっぱりアップルっていうのは、ね、そもそももうジョブズというね、あの人、あの個性、ああいうね、そのビジョナリーみたいな人がいて、こそ、その消費者にね、合わせてプロダクトデザインしていくっていうんじゃなくて、もう作り手の側からね、もう消費者のライフスタイルをね、デザインしていくっていう、それを押し付けていくっていうのがあったわけじゃないですか。うん。それが今できてるかっていうとね、やっぱできてるように見えないですよね。その今回のね、その iPhone のアップデートだって、カメラの使い勝手、もう使い勝手めっちゃ良くしたり、性能スペック上げましたっていうのがほとんどで、まあ、そのマイナーなアップデートなんで、まあ、それは当然なんですけど、でも消費者に合わせて使いやすくしましたっていうので、新しい提案っていうのが全然ないじゃないですか。その皆さんがもしね、そのなんか権限が与えられて、Apple のね、責任者になったら、どういうこと発表したいですか。ちょっとそういうこともね、考えてみてほしいんですよね。うん。いざそう言われると、スペックを上げるっていうこと以外、なかなかやっぱ思いつかない人が多いと思いますね。うん。で、まあ、例えばですけどね。まあ、私がもしそれをする権限があったら、私のやりたい、求めてることっていうのを詰め込んでいくとどうなるかっていうとね、私だったら iPhone の発売のね、終了を発表します。うん、ね。で、スマホを捨てて、ウォッチをつけようみたいなね、そういうのを標語とかにしてね、そういう提案をしたいっていうふうに、私だったらね、そういうふうに思うんですよね。うん。それぐらい、やっぱさ、Apple の発表会ってそれぐらいのインパクトいりませんか？ね、それぐらい強烈なものがあったでしょ、今まで、かつては。ね。今回の発表でですよ、もしもね、iPhone の発売を終了しますって言われたら、そりゃ、マジかよ、みたいな。Apple やべえ、みたいな。絶対なったじゃないですか。ね。それは、あくまでもね、その劇的さというかね、そういうショッキングさだけの狙いっていうふうに思われるかもしれないですけど、でもそれに関しては私本当に意見があって、ちょっと今からもお話ししますけどね。例えばですね、ちょっとiPhone 発売終了というのは、ね、iPhone をなくせというんじゃなくてね、ちょっとあれ考え方を変えてほしいんですよね。例えばね、Apple Watch、ね、今回発表されてますけど、Apple Watch が、iPhone をね、もう完全に必要としない、完全にその独立した形でね、今のスマホとね、同じ機能を代替してね、利用できるっていうようになったら、私はもう iPhone は捨てて、Apple Watch だけにします。うん、絶対そうします。うん、でね、まあ、一番最初の世代のアプローチは私買ったんですけど、まあ、なんか通知がね、同期して便利な程度で、あんまりもうね、いらないと思って買ってなくて、それ以降は。
で、まあ、最近のやつはもう買ってないんですけど、一応の第一世代ではなかったそのセルラーモデルが今あるんでね、セルラーモデルだったら一応ね単独でもうウォッチだけでね、もちろんその通話とかメッセージのね送受信できるんですよ。できるんですけど、インターフェース的にあれがスマホの代替物になるかっていうとならないでしょ。できるっていうだけじゃないですか。だからそういうレベルできるじゃなくて、とりあえずもねウォッチつけといたら今のスマホでできるコミュニケーションが全部同じようなねインターフェースのその便利さでね使えるっていうレベルのものになれば、絶対そっちがいいと私は思うんですよね。でね、まあその何でそんなむちゃくちゃなことを言うてるかっていうとね、そのむちゃくちゃに聞こえると思うんですけど、スマホ、まあスマホというかそもそもですよ、まあ、何かインフォメーションツールっていうのをですね、まあ、誰かが今も絶対に一人一台は必ず持つと、うん、そうなった時ね、その絶対にもその身につけるじゃなくて、その持つっていうね、その身につけるだったらウォッチでしょうね。スマホだったら持つじゃないですか。で持つってなった時にね、そのパーソナルな端末としてこの持つっていうのに対して、今のね今回発売される iPhone XS とかね、もうさらにでかいのとかありますけど、大きすぎる、大きすぎるし、ね、誰もが1台絶対持つっていう話になるとハイスペックすぎるし、エクスペンシブすぎる、ちょっとお値段が高すぎると思うんですよね。でも需要があるんでね、まあ、それでもそこそこ売れるっていうので、もうあえてご利用しでね、もうアップルはどんどんね売ってくるんですけど、もちろんわかるんですけど、なんかそのね新しい iPhone がね発表になって発売されました、うん、その iPhone 手に入れました、生活が劇的にアップデートされましたみたいな、そういう体験を生み出す iPhone ってもう長らく出てないじゃないですか。だからちょっとね、その iPhone と Apple Watch ね、その関係性っていうのをちょっと見直すっていうことをね、私はね私のそのね頭の中だけのね、まあ絵空ごとみたいに思われるかもしれないですけど、割とね方向性としてはね、その直接その Apple Watch とね iPhone が交換になるか分かんないですけど、まあそういう方向に何かね行ってほしいなという気持ちは本当にあります。でちなみにですよ、その Apple Watch 今回その発表されたのは、まあ、そういう部分はないんですけど、地味な変化はね、まあ、あっていい意味でまあ進化はしてるとは思います。あれですよね、心拍数程度のそのバイタル、ちゃんとそれがその FDA の認可、 FDA ってあのねフード&ドラッグアドミニストレーション、あのあれですね、アメリカの、まあ、その厚労省みたいなやつですよ。そこでちゃんと承認まで受けてやってるんで、割とそのヘルスケアの部分に進出して本気で勝負をしようという気持ちがねあるのかなっていうのはまあちょっと感じましたね。うん、それはやっぱそのいいんですよ。身につけるでしょ。うん、だから そういう面で絶対に必ず一人一台ね身につけておけば、健康とリンク、ヘルスケアの部分で健康とリンクすれば絶対身につけた方がいいってなるじゃないですか。絶対に一人身につけるんだったらね、絶対に一人が一台持つよりも絶対に一人がね一台身につける方が絶対いいじゃないですか。だから iPhone も Apple Watch もねどっちも買えっていうね、それがねなくなったらいいなと思うんですよ。思わないですか。ね、絶対常時身につけられるね Apple Watch の方を本体にして、 iPhone 側をねなんかそのオプションのデバイスっていう風にしてね、そういう発想の転換があれば結構いい案だと思うんですけどね。ダメですか私の妄想でしょうかね。うん、でそれだったら、だってそのプロダクトデザイン その根本の部分が結構変わるんでね、面白くないですか。その iPhone がだって本体じゃなくなったらさ、そのウォッチがあってもそっちにその同期取ってね使う端末ってなればもう全然変わるでしょ。いろんな制約が取れて、結構機能的にもねその冒険をした機種が作れるじゃないですかね。カメラにめっちゃ特化した機種とかさ、ね、そのいろんな機種作れるでしょ。今はそのスマホがもう全部入りであるっていうことによって、もう無駄に高性能高性能になってますけど、本体じゃなくなったら結構差別化して多様なもの作れるじゃないですか、ね、そういう方向行くと面白いなと思うんですけどね。で、そのウォッチの方はまあ身につけるもんなんでね、そんな別にすごい機能的に冒険する必要ないじゃないですか。そのヘルスケア的なもんを、ね、これからね煮詰めていくんならその機能を追求し、でも今あるスマホの、まあね、機能をそのウォッチにするにはどうすればいいかっていうことでインターフェースを、ね、煮詰めていくと、そこはもうあれじゃないですか、素晴らしい発想とかいらないでしょ。その地味に、ね、コツコツその練っていけばいい話なんで、それだとね結構面白いなと思うんですけどね。うん、でね、まあそんな、なんでそんなん言うてるか、なんでっていうかね、その、
人間が考えることって結局その考えたことをどんどん実現していってるわけじゃないですか。ね、その実現のスピードがどの程度かっていうのはともかくね。でですよ、そう考えたらね、SF 的な究極が何かっていうと、やっぱり無線端末を体内に埋め込む。で、それを大脳、脳とリンクする。で、自分の思考とその無線端末っていうのを繋いでっていうのが SF 的な発想の究極じゃないですか。ね。やっぱ端末埋め込むじゃないですか。そしたら手で持って持ち歩いて時々ね、どっかね、飲みに行った時にね、居酒屋に置き忘れたりするような端末じゃなくて、ね、バンドで手につけてるウォッチの方がまだ埋め込んでるのに近いじゃないですか。だからそっちが本体であるべきだと私は思うんですけどね。そう。携帯電話というのね、誰もが携帯する電話、それがスマートフォンになり、まあ、どんどんね、やっぱ変わっていってるじゃないですか。その携帯するっていう概念をね、なんかその身につけるっていう方に、まあ、移してきて、それをね、もっと本格的にね、移していってほしいなというのをすごく思ったりしてます。ということを、まあ私の考えですけどね、ちょっとお話しさせてもらいました。うん。その iPhone にね、全端末リンクするっていうのは結構、常時 iPhone 求められるでしょ。めんどくさいんですよね。で、まあ私も結局今もウォッチ使ってないんですけど、もうウォッチにリンクするってなったらさ、ウォッチだったら常時つけてるってなったら、その探さなくていいでしょ、リンクするのに。ね。まあ別にそんなんね、私の勝手な意見なんで、別にアップルさんがね、私の思ってるようなことなんか別に考えなくてもいいんですよ。それはもうアップルさんアップルさんで考える未来があっていいんですよ。全然違くていいんですよ。違くていいんですけど、その普通に生きてる人たちがね、ライフスタイルの中で想像しなかったような提案みたいなのがドーンと出てきてないじゃないですか。それが提案できる人がね、アップルに今いるのかっていうと、まあ、もういないんだろうなっていうことをね、まあ、しみじみ感じますね。まあね、そんなことを考える発表会でございました。うん。で、ちなみにね、私はまだね、6S をね、使い続けると思います。L、プサイ、コングルー。